hell. It make a omelette, okay? It's a start. This is 食材。そうかい。This is ふなしめじ。This is egg. This is Halloween bacon. どうも皆さんこんにちは。ではね、オムライスを作っていきたいと思います。さあ始まりました。今日はオムライスを作るそうです。楽しみだな。4枚のね、綺麗なベーコンが出てます。ただね、またね、ベーコンをもう一袋開けます。ベーコン、綺麗なんだね。こうやってピリッと破いたらね、またね、4枚綺麗なベーコンが出てます。あ、そしたらね、これをね、まあ、何分くらい飲むんでしょう。8分の1ぐらい。で、切っていきます。わかりやすい説明ありがとうございます。こんな感じですね。こんな感じですね。こんな感じですね。 1,2,3,4,5,6,7 分の1でした。すいません、訂正します。訂正入りました。7分の1だそうです。よし、 OK です。次、もう一枚、もう一パックの4枚の綺麗なベーコンを切っていきたいと思います。あのね、さっき言ったように8分の1で切っていきたいと思います。本当に8分の1になるのかな。 OK です。これを数えてね、1,2,3,4,5,6,7 分の1でした。すいません、訂正します。また7分の1かよ。じゃあこちらベーコンが切れましたので、まあ油を少々引いて炒めていきたいと思います。じゃあカメラアングル変えます。ご注意ください。じゃあまずね、こちらにこのサラダ油を少々引いていきます。やべやべ、少々あれ、すいません、失礼します。じゃあね、ここでね、まあ、広げていきます。ここでベーコン炒めていきます。ちょっと油多かったですね。次、しめじの準備をね、こっちで用意していきます。得意の合唱コンクールが始まりました。しめじを小さく切ってるようです。さあね、ここでしめじ投入します。しめじ投入。塩コショウで味付けします。お得意の目分量です。ここでお米登場。
お米入りました。おお、また入れたね。てんこ盛りだ。お、ケチャップ登場してますね。さらに豆乳。今ね、オムライスのね、ケチャップライスができましたので、次はね、オムを作っていきます。はい、お願いします。ん？あれ？卵割ってる？やっぱり卵！よく混ぜていきます。よし、そしたらね、塩コショウ入れます。少しね、少し、ほんの少しです。じゅわじゅわーっと、いい音。どんなオムライスになるのかな。満月のようだね。お皿に盛り付けていきたいと思います。このさっき作ったケチャップライスを、ずいぶん豪快だね。本当はお茶にやってね、お茶にやってポッと繰り返してやると気になります。そうだね、前作った時はお茶碗使ってたね。
失敗かな。おお、なんとか修正できたね。完成。ケチャップで。ショルチャンネル登録。よし、オムライスの完成です。完成。じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。うまー、美味しそう。一口目。ちょっと待って、卵の味付けのさ、加減がちょうどいい。うまくできた今回。うん、うまい、うまい。おいしい。優勝、優勝。社長さんの真似かな。ケチャップライスのさ、しめじとベーコンの組み合わせがいいね。キューピーの今回玉ねぎ入れなかったの？入れなかった。玉ねぎが入れるとさらに甘みが出て、うん、次から入れてみたらどうでしょうか。そうです。口開けたくなっちゃうよ。うん、うん。それにしてもすごいボリュームだね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございました。